どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2021年版たくさんある ANA クレジットカードでどれがおすすめなのかということで解説ねやっていきたいというふうに思います。ANA マイルをね普段から貯められている方でポイントサイトをね利用されている方いらっしゃると思うんですけども、個人的にはですねこちらが一番のね近道だなというふうに思っておりまして、おすすめのねポイントサイトも以前ね紹介させていただいておりますし、ポイント交換についてもですねまとめて動画解説出させていただいておりますので、ポイントサイトに関してはですねそちらをね参考にしていただきたいなというふうに思っているわけなんですけども、今回の動画でですね ANA のクレジットカードねまとめて紹介ねさせていただきますので、クレジットカード決済も含めてですね ANA マイルね貯めていかれたい方はですねぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。また今回の動画ではですね ANA のクレジットカードのみにですね焦点を当てて解説ねしていきたいなというふうに思っておりまして、2021年現在ですねセゾンパールデジタルクレジットカードのクイックペイ決済っていうのがですね 3% 還元っていうのが2022年の3月末までね行っておりますので、 ANA クレジットカード以外だとですね最も還元率が高いクレジットカードっていうのはセゾンパールデジタルクレジットカードのクイックペイ決済だというふうに思っております。またねこちらのクレジットカードは付与されるポイントがね永久不滅ポイントというふうになっておりますので、こちらね ANA マイルに交換すると 70% でね交換することができますので、 ANA マイルの還元率は 2.1% というふうになっております。こちらはですねクイックペイ決済のみというふうになっているわけなんですけども、こちらはキャンペーンということで公式サイトにね記載はされてないんですけども、この 3% 還元っていうのはねキャンペーンというふうになっておりまして、2022年の3月末までっていうふうになっておりますので、あと残りね1年ぐらい利用できるっていった形になっております。ですので高還元率をね求められたいっていう方はですね約1年限定にはなるわけなんですけども、セゾンパールデジタルクレジットカードね是非ね検討してみていただきたいなというふうに思っております。それではですね本題ね入っていきたいなというふうに思います。まず一般カードからですね、こちら一般カードね一覧で作らせていただいたんですけども、 ANA 一般カード、ソラチカカード、 ANA カード0、 ANA ニモカカードとスイカカードですね。で ANA 東急ポイント、クラブ Q カード、 ANA アメックスカードということで、年会費についてなんですけども、上のね ANA カード、ソラチカカード、ニモカ、スイカ、 ANA 東急ポイント、クラブ Q クレジットカードに関しては年会費ね記載させていただいているわけなんですけども、この4枚のクレジットカードはね初年度年会費無料っていう風になっておりまして、またね今回割愛させていただいているわけなんですけども、2年目以降もですね ANA ビザマスターカードであれば三井住友カードがね発行しているっていった形になっておりますんで、マイペースリボンのね登録と利用で年会費の割引はね受けられるっていった形になります。またね JCB に関してもスマリボ利用することで年会費のね優遇が受けることができます。また還元率に関してはですね 0.5% から 1% っていうね記載をさせていただいてるんですけども、こちらはですね選択するねコースによって還元率がね変わるっていった形になっておりますんで、こちら 1% を選ぶとですね手数料がかかってくるっていった形になっております。またね ANA カード0っていうのはですね年会費無料で利用することができるわけなんですけども、こちらね年齢制限がありまして、18歳から29歳以下の方がね申し込めるクレジットカードっていう風になっております。またね ANA アメックスクレジットカードに関してなんですけども、こちらね一般カードなんですけども、年会費はね7000円っていった形になっておりまして、またね ANA マイルに交換する場合に移行手数料っていうのがですね6000円かかるっていう風になっておりますんで、こちらのクレジットカードね額面ね個人的には結構かっこいいかなという風に思ってるんですけども、この点はね注意していただきたいなという風に思います。このね ANA アメックスクレジットカードに関してはですね、基本的におすすめできるっていうのはですねアメックスのねクレジットカードっていう風になっておりますんで、アメックス側でですね入会キャンペーンがですね随時ね行われてるっていう風になっておりますんで、個人的にはねそれ狙いでね発行されるのがおすすめかなっていった感じになっております。基本的にはですねこちらのクレジットカードね年会費も高いですし、初年度もね無料にならないっていった感じになりますし、 ANA マイルの移行手数料ね
かかりますので、あんまりねおすすめできるクレジットカードではないかなっていうふうに思っております。でですね、一般カードの中ではですねおすすめしたいなっていうふうに思うのは ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードですかね。こちらに関しては2021年現在ですね、ポイントサイトから ANA マイルにね交換する場合に必須のクレジットカードというふうになっておりまして、いわゆるね東急ルートっていうのがですね、このクレジットカードがないと利用することができないっていった形になっておりますので、もしね一般カードからですね選びたいなって思われている方であればですね、こちらがねおすすめかなっていうふうに思っております。それでは次に ANA ワイドカードですね。一応ねこちら一般カードの部類に入るわけなんですけども、年会費がね7250円ということで、またね還元率は一般カードと一緒で 0.5% から 1% というふうになっております。こちらも選択するねコースによって変わるっていった形になっておりまして、基本的にはですねあんまりねおすすめする点っていうのはねないかなっていうふうに思っておりますので、ワイドカードをね発行するのであればですね一般カードでねいいのかなというふうに思っております。それでは次に ANA ゴールドカードですね。 ANA ビザマスター JCB と ANA ソラチカゴールドカードですね。こちら還元率 1% というふうになっておりまして、年会費がねちょっと上がって1万4000円というふうになっております。 ANA マイルのね移行手数料に関しては含まれているというふうになっておりまして、またねゴールドカードになるとですねラウンジが利用できるようになります。でですね、このカードラウンジっていうのはですね ANA ラウンジとはねまた別のカードラウンジっていうところになりますんで、私もそうだったんですけども、最初ですねゴールドカード発行してラウンジがね利用できるって思った時にですね、 ANA ラウンジはね利用できるって思われる方ね結構いらっしゃると思うんですけども、 ANA ラウンジとクレジットカードラウンジってはね完全別物っていう風になっておりまして、このゴールドカードにね入れるのはクレジットカードラウンジっていう風になりますんで、この点もね覚えておいてください。またですね ANA マイルからスカイコインのね交換率が最大 1.6 倍になるっていった形になるんですよね。今後ね SFC 使用されている方でマイルをね使用費用に当てたいっていう方はですね、一度にね5万マイル交換すると 1.6 倍がね適用されるっていった形になりますんで、8万スカイコインになるわけなんですよね。まあこういった感じでポイントサイトとかでですねマイルを貯めてスカイコインに交換してですね SFC 使用される方もね結構いらっしゃいますので、まあ実質ではあるわけなんですけども、手持ちのねお金を出さないで使用するみたいなね感じにも利用することができますので、ゴールドカードですねこの点ねかなりおすすめだなというふうに思っております。私もですね2019年にダイヤモンド使用ねした際に ANA マイルをですねスカイコインに交換してですね使用費用に当てたっていった感じでね利用させていただいたっていう感じですね。それでは次にゴールドカードの追記ですね。こちらねちょっと別でね解説させていただいたわけなんですけども、 ANA ダイナースカードと ANA アメックスゴールドカードですね。まず ANA ダイナースカードですね、還元率が 1% ということで年会費がね一気に上がります。2万7000円という風になっておりまして、移行手数料がかからないっていう感じになっております。またね ANA ダイナースに関してはですねダイナースブランドということで、ダイナースがね提携しているラウンジとかも利用することができるっていう形になっております。またねこの2つのカードに関してはですねポイント有効期限がねないっていった形になっておりますので、クレジットカード決済でずっとねポイントを貯めてある程度貯まってからね交換するみたいな感じでね ANA 周りに交換すると有効期限がねできてしまうわけなんですけども、ポイントのままにしておけばですね両方ともねポイント有効期限がないっていった形になっておりますので、この点はね覚えておいていただきたいなというふうに思います。でですね ANA アメックスゴールドの方はですね還元率 1% で年会費がね3万1000円ということでかなり高いですよね。で ANA アメックスゴールドに関してはですね ANA の航空券を購入する際は100円でね3マイルが貯まるっていった形になっておりまして、こちらは ANA の航空券購入時だけなんですけども100円でね3マイル貯まるというふうになっておりますんで、かなりね大きい特典だなというふうに思っております。ですけども両方ともですね還元率は1% のクレジットカードというふうになりますので、普通にね決済で貯めていくっていう意味ではですねそこまでねお勧めできないかなっていうふうに思っております。ダイナースの方はですねダイナースの方でキャンペーンがね行われてるっていうふうになっておりますし、 ANA アメックスの方はですねアメックスでね入会キャンペーンがね行われてるっていうふうになっておりますんで、年会費はかかるわけなんですけども、このキャンペーン狙いでですね発行するっていう意味ではお勧めっていった形になっております。私もですね今ねこの ANA アメックスゴールドね保有させていただいてるわけなんです。
なんですけども、まあ、年会費はねすごい高いわけなんですけども、キャンペーン狙いでですね発行させていただいてるっていう形になっております。それでは次にプラチナカードですね。 ANA のビザのプラチナカードと ANA JCB のプラチナカードですね。ちょっとね他にもプラチナカードねダイナースとアメックスねあるわけなんですけども、年会費がかなり高いっていった形になっておりますんで、その2つはね今回の動画ではちょっとね割愛させていただきたいなっていうふうに思っております。まず ANA ビザプレミアムプラチナカードですね。こちらは年会費が8万円というふうになっておりまして、還元率はね 1.5% ということでかなり高いですよね。プラチナカードになるとですねラウンジもねかなりね幅広く利用することができまして、クレジットカードラウンジもねもちろん利用することができますし、プライオリティパス、またね国内線に限ってはですね ANA ラウンジもね利用することができるんですよね。まあ、プラチナカードのねすごいね特典はこれだなっていうふうに思っておりまして、 SFC 収容等々をねして上級会員になるとこの ANA ラウンジっていうのは利用することができるんですけども、プラチナカードに限ってはですねクレジットカードをね保有しているだけで ANA ラウンジね利用することができるんですね。もちろん国内線のみにはなるわけなんですけども、かなりね大きい特典だなというふうに思っております。それでは次に ANA JCB プレミアムプラチナカードですね。こちらは年会費が7万円というふうになっておりまして、こちらね還元率が 1.3% というふうになっております。こちらもねプライオリティパスであったりですね ANA ラウンジもね国内線のみにはなるわけなんですけども利用することができます。またですねラウンジキーっていうのがですね残念ながら有料っていうふうになるわけなんですけども利用することができるっていった感じになっております。プラチナカードに関してはですね ANA ラウンジがね入れるっていうのはねかなり大きい特典だなというふうに思っておりまして、 SFC 収容ですね国内線で利用される方であればですね SFC 収容してる際もですね ANA ラウンジね利用することができますんで、食事はないわけなんですけどもお酒はね楽しめるっていった形になっておりますんで、 SFC 収容しながらですねお酒楽しむっていうのもねおすすめかなっていうふうに思っております。またですねプラチナカードになるとですねこちらにはですね入れてないわけなんですけども、コンシェルジュデスクであったりですねレストラン特典ということでコースをね2名分予約するとですね1名分無料になったりですね、こういったね特典もついているんですよね。まあ、還元率もね何もしなくても 1.3% から 1.5% ということで、まあ、お金にね余裕がある方はですねおすすめっていった形になっております。まあ、年会費がねかなり高いですので、クレジットカードのね額面はねかなりかっこいいかなというふうに思うわけなんですけども、やはりね年会費が7万円8万円ということで、まあ、こちら税抜きですからね税込みにするとね9万円近くになりますんで、まあ、かなりね高額なクレジットカードっていう感じですよね。いかがだったでしょうか。今回ですね一般カードからプラチナカードまでね紹介させていただいたわけなんですけども、 ANA のねクレジットカードっていうのは本当にね人それぞれおすすめできるクレジットカードね変わってくるっていった話になっておりますんで、ご自身にね合われているクレジットカードねぜひね見つけていただきたいなというふうに思っております。やはりねクレジットカードに関しては年会費が高くてもいいのかできるだけ安い方がいいのかとかですね、またね額面とかもね検討に入ってくるかなというふうに思いますし、またね ANA のクレジットカードということで今後ね SFC 修行する方もしくは全然予定がないとかねそういうことにもですね変わってくるっていった形になっておりますんで、ちょっとね一概にこれがおすすめって言いづらい部分はあるんですよね。まあ個人的にはですね全体的にね平均しておすすめなのは ANA ワイドゴールドクレジットカードがねいいのかなというふうに思っております。まあ、還元率も 1% 取れますし、クレジットカードラウンジもね入れるっていった感じになりますし、 ANA マイルの移行手数料も含まれていて ANA マイルからね ANA スカイコインのね交換率も最大 1.6 倍でね利用することができますので、まあここら辺をね考慮すると ANA ワイドゴールドカードがですねいいのかなというふうに思っております。もしね年会費をねできるだけ安く済まされたいっていう方はですね一般カードの ANA 東急ポイントクラブ級クレジットカードがねいいのかなっていうふうに思っております。こちらはやはりねポイントサイトを利用していく上で必須のクレジットカードっていうふうになっておりますんで、一般カードでね探されたいっていう方はですねこちらのクレジットカードがいいのかなっていうふうに思っております。またねプラチナカードに関してはですねお金に余裕がある方はですねおすすめっていった形になっております。ビザとね JCB2 つあるわけなんですけども、やはりね還元率が高いっていう点でね個人的にはビザカードの方がねいいのかなっていうふうに思っております。
ております。これからね ANA クレジットカードね発行される方はですねぜひね参考にしてみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。